今回は中華料理屋のまかないレシピ、中華風ハンバーグの作り方を紹介します。豚ひき肉と豆腐が入った柔らかでジューシーなハンバーグにしめじと玉ねぎを炒めたオイスターソースのあんがかかった料理です。それでは作っていきましょう。材料は豚ひき肉 300g、 豆腐 150g、 玉ねぎみじん4分の1個、生姜みじん小さじ1、パン粉大さじ5、玉ねぎスライス 30g、 しめじ 80g。 ひき肉の中に豆腐を入れ、醤油大さじ1を豆腐にかけます。塩1つかみと胡椒を適量振りかけ、生姜も入れます。豆腐を干しつぶしてひき肉と一緒によくこねていきます。肉ダネをよく練ることで焼いたときに焦げにくく、肉汁も染み出しにくくなります。肉が白くなってくるまでしっかりと練り込みます。手のひらで押しつぶすようにして粘り気を出しながら練っていきます。こうすることで肉が柔らかく仕上がり、口当たりが良くなります。このくらいになったらパン粉と玉ねぎを入れ、さっくりと合わせるように混ぜ合わせます。油を大さじ1で香りをつけます。もう一度軽く練り合わせれば OK です。これを冷蔵庫に入れしばらく寝かせておきます。種を食べやすい大きさに分け成形します。肉ダネを成形するときはよく空気を抜いて、ハンバーグの隙間から肉汁が染み出すのを防ぎます。生焼けになりにくいようにハンバーグの厚みは2センチ程度にしておきます。成形できたらハンバーグの真ん中に指を1本押し当て引っ込ませます。こうすることで焼いたときに真ん中まで熱を通しやすくなり、生焼けになることを防ぐことができます。鍋によく油をなじませます。そうしたら油をしっかりと切ります。火を消した状態でハンバーグを鍋に中に敷き詰めます。へこませた方を下にして置いていきます。そうしたら中火にして焼いていきます。初めの1分から2分くらいは中火で焼いていき、表面に焼き目をつけていき、徐々に焦げないように弱火にします。鍋を傾けたりしながら全体が均等に焼けるようにしていきます。もう少し中火のまま焼いていき、火の当たりが強く感じたら鍋を浮かせたりして動かします。鍋をゆっくりと回しながらハンバーグから出てきた油を使い、肉の表面を焼いていきます。
中までしっかりと火を通すためにここで蓋をして弱火で焼いていけばいいと思う方もいるかもしれませんが、そうすると豆腐の水分と肉汁が出てきてしまう。肉が固くパサパサになるので蓋はなしで焼くのがいいです。大体焼き時間の目安は表裏3分ずつくらいで焼けると思います。3分くらい焼き、肉の外側が白くなり始めたら裏返していきます。全部裏返したら、また中火のまま焼き色をつけるまで焼いていきます。火の当たりを均等にするため、鍋を傾けたりしながら焼いていきます。返して1分くらいしたら弱火にして、じっくりと火を通していきます。このまま裏面も3分くらいかけて焼いていきます。ハンバーグがふっくらしてきたら、もう火が通ってきたのがわかります。見てわかりやすいように真ん中に箸を刺して確認します。このように肉汁が出てくれば OK です。焼けたハンバーグを皿に乗せておきます。このようにハンバーグが焼けます。鍋に大さじ1の油を入れ、ネギと玉ねぎを炒めていきます。1分くらい炒めたら紹興酒または酒大さじ1です。鶏ガラスープまたは元を取れたものを2つ1です。砂糖を小さじ1です。塩と味の素を調合できる。醤油を大さじ1。
オイスターソースを大さじ1入れ、パルダ色付けの中国醤油を少量入れ、焼いたハンバーグを入れ、軽く煮て肉の旨味をスープに移す。水溶き片栗粉大さじ1を2回に分けて入れ、とろみをつけます。しっかり粘っていれるとダマになってしまうので、細く垂れ流すようにして入れ、とろみをつけます。残りの水溶き片栗粉も同じようにして入れていきます。これで中華風ハンバーグの出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。